はいどうも皆さんこんばんは、松戸の福山ことはることことちゃんでございます。どうも皆さんこんばんは。なかなかねこういうね収録形態は珍しいんじゃないですかね。うちのチャンネルだとね大抵車乗ってるかね、最近は生配信してるとかですけども、ちょっとね今日はねどうしてもね、皆様にこのね今僕が抱いてる思いをねどうしても伝えたくてですね、ちょっとこういうふうにちょっと珍しく収録させていただきました。まあそれはですねこちらですね、多分今画面映ってると思うんですけど iPhone12 じゃなくてなんだ30 Pro か13 Pro がまあ、昨日というか、まあ、今日、9月15日の午前2時にですね発表されて、まあ今回はね私もいつもなんか寝てたりするんですけど、まあ起きてね、アップルの発表、ティームのね僕の友達ティームね福山風に言わないでもね僕の友達ティームのね発表をね見させていただきました、結構今ねすごいねこの iPhone13 Pro がねまあ欲しくてたまんないんですけども、正直ねもう今まあ使ってる iPhone ね iPhone12 Pro Max で使ってて、でねもう1年経ついますかね、1年ぐらい前にねレビュー動画から、まあ、HDR をね HDR4K かで使い始めて、で結構な頻度でねうちのチャンネルでは使ってるんで、 もしかしたらねHDR 対応テレビで見てる人はねなんだよ真っ白じゃねえかって思っている方もいらっしゃるかもしれないですけども、かなりね僕はねもうね iPhone12 Pro で1個のまあね映像撮影動画撮影としての完結編を見たんじゃないかなってずっと思ってたんですよねこの1年。まあね、まあ音はねちょっとね別撮り、今ねこうやってここにねズームのねマイクをつけたりしてね別撮りしてますけど、音以外だったらもうちょっとこれビデオカメラもね超えてんじゃないかなって正直ずっと思ってたんですよね。いやーね、もうね、別にね、まあ、最近のね、一眼はね、録画制限とかないんですけど、まあね、録画制限なしにね、まあずっと回せるし、でね、ピントも合い放題だし、何よりね、画質がね、まあ、ラチュードが広いと言いますか、ダイナミックレンジが広いと言いますか、やっぱね、HDR をね、あんなこう、まあ、高価ですけど、ちっちゃなね、カメラで撮れるなんて、ちょっとね、信じらんないですよね。これはもう毎年ね僕は実はね iPhone5S から8年ぐらい毎年買い替えてたんですよ iPhone をね買い替えてたんですけど、さすがに12でこれは完結かなと、これでも十分じゃないかなとちょっと思ってたんですよね。うすすそういうとこがあった。で昨日まあ見ましたと13の発表、ちょっとねさらにアップルはまたその12の上を行ったなっていう感じなんですよね。もうすでにね結構見てる方もいらっしゃると思うんでお分かりかもしんないですけども、まず今回ね僕がね驚いたところがね、もうちょっと買うって決めたところがこれですね。今映ってるかと思うんですけども、このシネマチックモードですね、まあ、これまあどういうことかというと、これで動くかな、あ動くね、これ今これピント動いてるじゃないですか、これなんですよ。これを動画で、まあ、背景ぼかし機能は静止画でまあ昔からあったと思うんですよね。ただねこれをね背景ぼかし機能を動画で乗っけてきたというところね、僕はねさすがにちょっと思わなくて、びっくりしたと同時にちょっともう買う前提でちょっと心が揺らぎましたね。これをね一眼だったらね、今NEX6 っていうねミラーレスの一眼で撮ってますけどもね、一眼でさえね高価なねレンズを買わないとね、なかなかこういうねなんでしょうね、フォーカス送りみたいなことできないと思うんですけども、 iPhone はそれをまあデジタルと言いますか機械上でやってしまったっていうのは僕は結構エポックメイキングかなと。これができるんだっ
できる。しかも撮影の時にまあね、ピント送りしたいところを選べると、さらにですよ、撮影後も編集で、まあ、iPhone の、デフォルトの、写真アプリで編集できるっぽいんですけども、さらに加えて、まあ、アップデートで、Mac 版の Final Cut Pro でも編集でピント送りの場所をこう選べるらしいんですよね。となるとちょっとこれもうなんか価値観変わりますよね。これなんかね、ラフな日本語ですけど、これあなたの撮影監督になれるようにカメラを鍛えましたってありますけど、これ本当にこれまあね、これそんなにカメラの機能なんか使わないよっていう人だとね、別にどうでもいい機能だと思うんですけども、まあ、僕みたくね、昔からちょっと映像制作かじってるような人間とか、あとはまあ YouTuber、Instagramer、Instagram もね、最近動画力入れてますし、あとは TikTok のね、使ってる人とかも、これはちょっと結構割と、なんていうんですかね、まあ、国民総クリエイターじゃないですけども、すごいなんか、質感のいい動画が、たくさん出来上がるんじゃないかなと僕は睨んでるんですよね。それぐらい結構インパクトがあるかなと思いまして、いやーね、だからね、なんかね、ちょっとね、その最近ソニーがね Vlog カムで、ね、Eマウント版のね Vlog カムをね出すじゃないですか。それをねちょっとね、まあこれを NX6 ももうね言っても9年前の機種なんで古いんで、まあ買い替えようかなって一瞬思ったんですよね。ただね、ちょっとこのシネマティックモードをね見ちゃってね、僕はこれ買い替えなくていいかなって、一眼ミラーレスがね少なくとも、もうね iPhone13ProMax を買うんですけども、まあそれでね 512GB か 1TB かのね大容量のやつをとりあえずね買っといて、それで長回しすればいいかなって正直ちょっと思ってしまったぐらい、まあ今回の発表はちょっと僕にとってはちょっとアップルにまたしても今年も、やられたなと。 iPhone5S 以降ねずっとまあ毎年やられっぱなしですけども、何年連続だ、18年連続ですかねやられっぱなしかなというところで、ちょっとたまげたなっていうところですよね。でさらにですね、さらにびっくりしたのがプロレス対応ですね。これプロレスって何かっていうとですね、まあ主に Mac でですね、編集用のまあ、なんですかね、映像フォーマットといいますか、まあ圧縮形式といいますか、なんていうんですかね、まあよくね H.264 とか265とかあると思うんですけど、それのまあプロ版っていうと分かりやすいですかね。まあ要はプロが使ってる、フォーマットがまあプロレスで、で納品とかもね結構プロレスでお願いしますとか結構あったりするんですよね。そのプロレスの記録も iPhone で13でできるというのも僕はちょっとびっくりしましたね。まあおそらくねプロレスで記録なんかしちゃったらね、ね容量多分ね 512GB とか 1TB でも足んないんじゃないかなというふうに思ってるんで、まあここぞとの一発の時にまあ使う、ものなのかなというふうには思ってるんですけども、いやこのね、まあねプロレスちょっとここに特徴が書いてありますけど、プロレスは限りなく忠実に再現される色と低い圧縮率が特徴ですと。まあそうですね、そのまま放送で、できるクオリティのコンテンツが、まあ、プロレスで、まあ、記録できると。なんでね、一眼動画でこう撮影するときにですね、HDMI でこう出力して外部レコーダーでこう、ね、例えば忍者とかですね、撮影する、録画することがあるんですけども、その場合は大抵、まあ、プロレスのフォーマットだったりするんですよね。それぐらいの、まあ低圧縮のフォーマットが iPhone13 Pro でできると、ちょっと僕はこれはちょっとびっくりですね。ほんとね、ここまで来ちゃったかと。じゃあ来年14とかもし仮に出るんだったら、もうなんか外部レコーダーで記録できちゃっていいよねみたいな感じじゃないかなというふうに思ってはいるんですけども、いやーちょっとね、このねシネマティックモードと、まあ、プロレス、
まあどっちかというとねシネマティックモードはまあ今後メインで使うのかなと思うんですけど、いやーこれにはねちょっとね僕は今めちゃくちゃもうびっくらこいてます。でね、一応予約開始が今週金曜の17日ですかねにあるので、まあもう僕はちょっと速攻予約しようかなと思いますんで、まあね次のね車レビューのね撮影時には使えてたらいいかなというふうに思っているところでございます。そんなわけでまあちょっと今回ね速報的な感じで iPhone 13 Pro のね僕がびっくらこいた話をちょっとさせていただきました。いやーちょっとねこれは世界観変わりますね本当ね。シネマティックモードちょっと楽しみにしたいと思います。それでは、皆様引き続きよろしくお願いします。よかったら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは。